エール・フランス、エール・フランスはフランスの航空会社。ヨーロッパでは1位、世界では4位の規模である。1933年10月にフランス国内外路線を運行していた4社を統合する形で設立された。設立当時より世界各地にあるフランスの植民地を中心に巨大な路線網を持っており、現在も6大す全てに定期便を運行しているなど、 世界有数の路線網を維持している。なお、設立当時のハブ空港はアルブルジェ空港で、現在のハブ空港は、パリイコールシャルルドゴール空港である。極東路線として、日本へは1952年11月に就航した。今は、羽田空港、成田空港、関西空港、2016年9月9日、現在週6便運航へ毎日運航している。 パリで乗り継ぎヨーロッパ約50都市へ接続可能。かつては国営企業で1976年から2002年にかけて世界初の超音速旅客機であるコンコルドを運行したことでも知られる。また世界的ホテルチェーンのルメリリアンホテルリゾートを有していたこともある。2004年にはオランダの KLM オランダ航空と 持ち株会社方式で経営統合が行われた。持ち株会社の名前は、エールフランス KLM 一つのグループとして、ネットワークを活かしながら、それぞれ独自のサービスとブランドを展開している。2005年6月6日より、KLM オランダ航空とマイレージプログラムを統合し、フライングブルー、フライングブルーとして新たに発足した。2018年夏、 ジョーンというブランドの新航空会社を設立する予定である。2009年2月からブランドロゴを変更した。エアートフランスの文字が一体化し、エフランスとなり、時代も変更された。これはフランスの独自性や国際性を表すとともに、常に高品質なサービスを遂行する精神、飛行機による充実した旅の提供、乗客の安全と快適な空の旅、 環境への配慮を示しているものであるという、トリコロールカラーの青線も4本線から3本線へと減り、わずかなカーブを持つものとなった。ブランドロゴの変更は段階的に実施される予定で、航空機に対する塗装の売り替えは新規導入や整備の工程で行われるため、今後しばらくは新旧ブランドロゴをまとった機体が共存することとなる。 2008年11月と12月は、ファーストクラス、ビジネスクラス、そして、パリへのアクセスの良さをアピールする大規模な屋外広告キャンペーンを、東京、大阪の中心部28カ所で展開した。AL フランスが発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは28で、航空機の形式名は747から228。 747から428、777から 228ER、777から 328ER などとなる。同社は世界で唯一エアバス社が生産した形式をすべて保有している航空会社である。欧州の航空会社でありながら、ボーイング社の機体もローンチカスタマーとして積極的に導入を進めている。 上記の他にも、エールフランスの子会社が小型機種を運行している。カリブ海の島しょ部のフランス海外圏とマイアミを結ぶ路線も運行しており、エアバス A320 を2機運用している。エールフランスは、特にビジネス旅客の需要が大きい国内線大都市間において、シャトルビンをラナベットという名称で運行している。パリオルリー空港からマルセイユ、ボルドー、ニース、 トゥールーズ、2016年秋よりモンペリエにも運行予定、基本的に毎時1便、ピーク時には30分、または15分おきに便を運行している。年間で600万人以上の利用者がいる。エールフランスと KLM オランダ航空共通のマイレージプログラムである。2005年6月6日よりサービスが開始された。エールフランス。 KLM オランダ航空をはじめ、スカイチーム便、定型航空会社やホテル、レンタカー、クレジットカードなどの定型130社以上で、マイルの獲得や得点を利用できる。また、獲得したマイルを、他の、どの会員にも譲渡できる。さらに、同社便、定型外社便の利用回数、距離に応じて、アイボリー、シルバー、ゴールド、プラチナの4つの会員となる、エディート会員制度を図。 他社 FFP に比べ特筆すべき点はビジネスクラスやファーストクラスの特典交換に必要なマイル数が非常に多いことである。一般に FFP の必要マイル数はビジネスクラスはエコノミークラスの1.5倍、ファーストクラスは2から3倍程度であるが当プログラムではビジネスクラスがエコノミーの2倍、ファーストクラスは5倍ものマイルを必要とする。 AL フランスの国際線のクラスは2010年3月からヨーロッパ内北アフリカイスラエルの角路線と長距離カリブ海インド洋の角路線とはクラス構成を分離しておりヨーロッパ内北アフリカイスラエルの角路線ではビジネスクラスエコノミークラスの2クラスを長距離カリブ海インド洋の角路線ではラプルミエールファーストクラスビジネスクラス ビジネス、プレミアムエコノミークラス、プレミアムエコノミー、エコノミークラス、エコノミーをそれぞれ設定している。また、新規に2009年秋より、ビジネスクラスとエコノミークラスの中間クラスである、他社のプレミアムエコノミークラスにあたる、プレミアムボヤジャー、2016年9月現在、プレミアムコノミーを設定した。長距離線で運行するすべてのボーイング777型、 機エアバス A340 型機と A330 型機に階段的に導入され、エコノミークラス普通運賃で登場する旅客や、プレミアムボヤジャーのチケットを購入した旅客が登場できる。2014年より、長距離線で運行中の B777 型機、-200ER、200 ER、-300ER44 機に、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、 エコノミークラスの機内リニューアルが2016年まで行われ、6月24日のパリシャルルドゴール、ニューヨーク JFK 線を皮切りに準じた路線への展開を進める。東京パリ線にも10月27日のパリ発 AF274 から新しいビジネスクラスを搭載した機材にて運行れる。機内紙はエアーフランスマガジンという名で毎月発行され、英語と フランス語で世界の国々の街を紹介したり、エールフランスのニュース等が書いてある。なお、機内で配布されている、エアーフランスマガジンは、機内でのエンターテインメントの詳細や、機内販売の案内についても書かれている。また、シャルルド・ゴール空港と機内のビジネスクラス以上の、クラスでは、エアーフランスマダメ、も配布されている。成田、関空便の2便には、 機内誌ボンボヤージュという日本語の機内誌も配、はい、している。AL フランスの機内では、オンデマンド方式の映画、音楽プログラム、ゲーム、ニュース番組などが、パーソナルスクリーンで放映される。語学学習プログラムや、ゲームもパーソナルスクリーンを通し提供される。スカイチームエリート会員は、スカイチーム便の予約、チェックイン、そして登場において優先的に案内が受けられる。 また、ファーストクラスビジネスクラスの旅客及び、スカイチームエリープラス会員は、搭乗前に、空港ラウンジを利用できる。航空券の座席予約システム、CRS は、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。第二次世界大戦終結後の1952年に、ロッキードコンステレーションで運行されていた、南マーリオーロッパ線のパリベルートから地。 サイゴン線をアジア極東路線としてフランス領インドシナサイゴン市、現、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市から東京、東京国際空港まで延長する形で乗り入れを開始した。その後はアンカレッジ経由の北周りやモスクワ経由のシベリア上空ルートでの乗り入れを経て極東路線として現在ではパリから羽田、成田、 関西の3空港に直行便で乗り入れている。成田からは夜21時50分前後に出発して、翌早朝にパリに到着する便をスターウィングの名で運行していたが、2014年3月のカキダイヤより羽田発の深夜出発便が就航したことで成田発着は廃止された。ちなみにこの便はパリへの到着時刻を調整するために他の便よりも 飛行時間を延長する措置として、成田空港を出発後に、太平洋上空を北上し続けて、ベーリング海上空に入り、アリューシャン列島と北極の各上空を通過し、ノルウェー海上空を通るルートで航行して、パリにフランス時間の早朝4時台に到着する様に設定されていた。本来であれば、真夜中に成田を離陸することが最適であるが、 成田国際空港の離着陸時間が日本標準時の23時までに厳しく制限されており、それ以外は緊急着陸等でない限りまず認められない滑走路上の移動時間やその他の遅延要因を考えてギリギリの時間に設定していることによる、これより後に成田を出発する便は2013年11月15日現在、日本航空のホノルル行き、 エミレーツ航空のドバイ行き、カタール航空のドーハ行き、トルコ航空のイスタンブール行きだけである。日本では一時期、エールフランス国営航空と名乗っていた時期があった。また、一部では、英語読みのエアフランスと呼ばれることもある。なお、関西空港が開港した翌日やサミット時などに、コンコルドが数回特別便として乗り入れたことがある。2017年冬季スケジュール現在、 これら日本便には日本人の客室乗務員が複数名乗務している。かつては名古屋、小牧線も就航していた。日本航空の国内線にもエールフランスの便名を付けてコードシェア便の運航をしている。東京国際空港、羽田の2010年10月末に新滑走路開設で配分された国際線発着枠は深夜早朝限定であったため、 効率が悪く機材繰りが難しかったり、公共の交通機関、特に鉄道が運行していないので、搭乗客はバスあるいはタクシーの利用を強いられることになるので、就航の意欲を示した欧州勢のブリティッシュエアウェイズ、ルフトハンザドイツ航空は現実的でないとして、今回は見送る方針で固めていたが、ブリティッシュエアウェイズは2011年2月末から週5便、発着枠獲得で、 羽田就航を表明。AL フランストルフトハンザは、羽田就航を見送る代わりに、成田線にエアバス A380 を就航させるが、2011年11月に、成田線は2往復とも、ボーイング777から 300ER での運航となり、年出された A380 を、同年12月5日以降、パリドバイ線へ運航させていた。 2012年4月下旬以降は AF275AF276 を再び A380 による運行へ戻した。2014年の国際線昼間発着枠配分でエールフランスを含む欧州各社は40発に枠増枠欧州路線最優先枠での就航を目し、2014年3月30日からパリ CDG 線を週10便で就航開始。 このうち東京、羽田パリ線の東京シミア発便は日本航空が座席を買い取るコードシェア便として販売されていたが2010年10月31日から日本航空が羽田パリ戦自社乗り入れを開始したため2015年3月にてコードシェアは解消された逸脱の原因は自動操縦装置の方位設定を離陸前に行っていなかったためだとされた 国土交通省はこれを受け、羽田空港を発着するすべての航空会社に注意喚起を行う。労働組合の力は非常に強く、ほぼ毎年ストライキが発生する。特に2013年以降では頻繁にストライキの予告や実施が行われている。また、2015年10月5日には経営陣側から提出された人員削減を含む、 厳しい再建案に対し、一部組合員が反発して、暴徒化。役員に怪我人が出ている。2017年には、経営側の財政健全化策が功を奏して、黒字化に持ち込んだものの、給料が凍結されたままの労働者側が反発。2018年2月により散発的にストが行われ、同年4月11日まで、計7日間で1億7、0ユーロの損失を出した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。